えー、鬼塚さん、えー、今回はですね、えー、コピーライティングのアンケート、ご協力ありがとうございます。はいえー、成し遂げたい目標で、うーんまあその自由に行きたいということですね、まあ、今まではなかったということなんですけど、うん、まあ、僕もそうなんですけど、自由が一番いいと思いますよ。うん まあもちろん自由になったら自由の責任っていうのがあるので自分で何かこうやっていかないとまあ今回みたいに僕みたいにこうなんか無料プレゼントこういう企画をやったりとかもう常に常にこう何かやるってことをやらないといけないんですけど、うんまあ、会社に行けばまあ、うん、まあ給料もらえるじゃないですか行けば。でもあの何もしなかったら自分の場合は一人の場合は何もお金入ってこないので何もしなければ。 だから何か動かないといけないっていう責任があるし、まあ、稼がないと生きていけないんで、うんまあ、ただその分の代償として自由を手に入れられるサラリーマンの場合はその、まあ、自分の労働を代償とするから、まあ、毎月給料をもらえるっていうのがありますから、うんまあ、どっちを取るかですよねただ、まあ、自由をしたいということであるならば、うん、コピーライティング勉強された方がいいと思います。 でまあ、5年ほどいろいろとやられてるということなんで、うん、まあアフリエイトですだねたいまあ最初僕もそうだったんですけどアフリエイトですねネットビジネスのきっかけはアフリエイトですまさしく、うん、ただアフリエイトに関しても結局やっぱライティングなんですよね、うん、まあ YouTube 最近出てきてるんであれですけど、まあ、基本的にサイトとかメルマガとかまあ王道なやつはもう文章なんで、うん、コピーライティングは絶対必要ですね であの悩みが今までいろんな教材を購入してきたけど思うように結果が出てないということで、うん、まあでもこれ月に10万が最高っていうことなんでまあ結果出てる方だと思いますよ全くゼロの人もいてますしただここのトラウマがあれですよねあの塾に入ったけど、まあ、サポートが微妙だったっていうことですね。 僕の今回のコピーライティング道場はやばいですけどね3期は3期はまずこれがありえないですけどね、うん、ワンツーマン赤ペン添削ですから、はい、もうちょっともうちょっと早くあの僕のいろいろお金払ってきたと思うんでいや そこのお金をいただきたたかったな多分今までの経験以上の3倍ぐらいの価値はいや10倍ぐらいの価値は提供できる自信があります僕は <laughs> まあまあ、まあ、いろいろなことをこう買っていろいろといろいろとやってきて、まあ、僕につながったと思いますんで、まあ、今回その僕がどういった2期で講義の方を提供してたのかって見ていただいて、まあ、3期の方もしよかったらまあご検討いただければなと思います。 で、ライティング同士はですね。この3期で僕はもう。これはもういや。他にも僕ドリームアカデミアっていう塾やってますので、まあ、そっちのそれに一本化したいんですよね。で、第2期を始めた時はその。ドリームアカデミアっていう塾はやってなかったんですよ。でやってなくて。まあ色々と単発でそのサービスをこう作ってやってたんですけど、今もうメインの塾ができちゃったんで、今後はそっちをメインにしていきたいなと思います。 うん、まああの金銭的な部分もあるので無理にとは言わないですけれども、まあ、本気で勉強したいんであるならば今回のコピーライティング道場3期に関しては本当に内容はあのワンツーマンなんで、うん、まあぜひご検討いただければなと思います。まあ、あとはもう実際になんだろうな鬼塚さんの場合はもう経験あるし実際にネットからその収益を出したっていう経験があるんで。 うん、月に10万円を稼いだっていうあの事例もあるのであとはどういうふうにそのライティングを、うん、こう形にしていくかっていうところだと思います。うんはい、ということで、えー、今回は熱いメッセージありがとうございましたまずは2期の、えー、講義の方を見ていただいて、えー、勉強していただければなと思います、はいえー、今回はアンケートご協力ありがとうございます。